こんにちは、ラブモリ TV です。今回はモルモットたちのお掃除をしていきたいと思います。汚いものがたくさん映るので苦手な方はご注意ください。まずはペレットを入れているこのお皿をきれいにしていきます。今回はウェットティッシュで拭いていきます。もう一皿もきれいにしていきます。きれいになったお皿にペレットを入れます。掃除の間、食べて待っててもらいたいので、みんなおいでー。ご飯タイム待ってました。はい、モルモットたちがご飯を食べている間に2階から掃除していきます。まず、ケージ内にあるものをどかしていきます。このお家の中には黒豆がいっぱいなので、一旦ケージ内に落としていきます。モルモットの1日の黒豆の生産量は大変多いです。個体差や体調にもよりますが、200粒以上とも言われております。下に敷いているマットの黒豆もケージ内に落としていきます。取り外していきます。汚いので見てできません。マキちゃんが戻ってきちゃいました。片付けていきます。大きとちりとりで残っている黒豆やチモシーを掃除していきます。ペットに優しい除菌消臭水を使って拭き掃除をします。まず新聞紙を敷いていきます。
次にペットシートを敷いていきます。敷いていきます。次にトイレに敷くベッドシートを三角に切ります。時間がないので差し替えます。ベッドシートを三角に切ったら、トイレにセットしていきます。今日も一番刑事は私のベッド。綺麗なの嬉しい。新しい一文字を追加します。僕なのに最後って、外で食べていたペレットも置いて、最後にお家もセットして、こんなに汚かったモルモットのお部屋がこんなに綺麗になりました。これで床の掃除は終わりです。いかがでしたでしょうか。我が家は毎日朝晩掃除をこのようにやっております。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それでは、またねー。